かませんやいやい気分上昇の自己性さりないかもなら踊れ行こう。なおさん、とってありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとう。今日までだったね、この背景。今日さ、こっち側の髪の毛ちょっと広がりやすいね。ピン。おはようございます。ピピピ、寒いですね。本当にめちゃめちゃ寒いです。死にます。死ぬ。寒いです。こちら5度です。寒いです。こちら何度でしょうか。もうちょっと高いのかな。6度とか。皆さん、寒さに死なないように。サボ子さん、ハッピーバースデー、トゥーHappy birthday to you. Happy birthday, dear Saboko-san. Happy birthday to you. おめでとうございます。クワクワクワク。おめでとうございます。すごいね、めでたいですね。私の友達もね、今日誕生日の子がいるんですよ。おかえり、動画から来ました。あららら、おはよう。黒木さん、ありがとうございます。おはよう。広島も寒いです。これさ、エビフライじゃない？エビフライガチャガチャ。今何？あれ、すみっこ暮らしなんちゃらとかやってるの？もしかしてエビフライのあれじゃん、飛行機じゃん。え、嬉しい、ありがとうございます。衣装ルームそれやってるの？もしかして。今知らせ、見てみるね。あ、すごい、ショールーム限定の。なるほどね、かわいいですね。あ、これ映画のやつかもしかして。だけど、なんとか工場みたいな。ほう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 、映画公開記念のね。かわいい。私、白熊大好きなんですよ。そう、すみっこ暮らしの中だと、そう、やっぱね、すみしも、しゅしゅしゅ、白熊が好きなんです。シンジラングリさん、ありがとうございます。すみさん、ガチャガチャありがとう。エビフリア。うん。あ、アイスの白熊ね、それもね、私のね、大好物の一つです。いいよね。おはよう。グッドモーニング、グッドモーニング。トカゲかな。すごい、めっちゃたくさんのキャラクターがガチャガチャに入ってた今。すごい。
トカゲ、トカゲかわいいよね。私も一時期トカゲ推しでした。でもやっぱりね、あの白クマに戻ってしまいました。おはようございます。白くまたくさんありがとうございます。嬉しい。ほんまや、ノーさんすごいありがとうございます。あらま、やったー、ありがとうございます。ルイケラキング、イエーイ。わあ、たくさんのガチャガチャ嬉しい。ありがとうございます。イエーイ。イエーイ。マイキさん、ありがとう。おはようございます。うん。トカゲ落ちてきて。私、トカゲに実はね、出会ったことないんですよ。ヤモリもそうなの。会ったことあるっけ？嘘。なんか私の記憶の中ではないんですよね。なんかテレビ上で、そう、すごいね、たくさんね見かけたことあるんですけど、そういう生物のさ番組とかだったりするじゃないですか。それのなんかまあなあったでしょ。それでね、結構ね覚えてるんですけど、実際見た記憶がなくて、見たことあるらしいです。土手にね、あーは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 ー、玄関前に毎日だよ。最近まで玄関前に毎日いたらちょっと怖いかも。爬虫類、爬虫類なので軟体動物ですね。爬虫類って軟体動物じゃない？ほぼ違うっけ？あれ？待って、勉強し直さないと。理科頑張ろう。いや、蛇は軟体動物なんですよ。ね、あー、軟体はタコとかか。そうだよね。あ、かわいいやつよ。あー、ほんとにトカゲ。うん、カメレオン、カメレオンみたいなね、なんか明かりに寄ってくる虫を狙って、うん、そっか。え、ヘビって軟体じゃない？石製なの？あれ、ヘビに骨ないと思ってた。あれ、私骨だらけ。あ、ちっちゃい骨だらけってこと？
ね、自分の目でね骨をね確認したことはないけど、何回落ちるねん私のバレンタインのやつ後ろのねやつがね今なくなってるんですよ。そう外しちゃってです。魚類、両生類、爬虫類、はいはい、鳥類、哺乳類は、あ、そうだ、え、爬虫類もそうか、脊椎動物か、調べたんか調べたんか、おはよう。なるほど、わかりました。1年生からやり直します。小学校1年生の時に散々勉強したことを今になって忘れている。なんということだ。歌でね覚えてました。そう、頭胸腹ちょっとに置かれてて足は六本それが呼吸いや頭と胸とお腹に分かれてるじゃないですか、昆虫って。そこに足が6本生えてるのがそれが昆虫っていうねで、クモは昆虫じゃありませんよ、皆さんご存知の通り。え、こういうね歌がね勉強でねあるんですよ。そう、お母さんがね聞かせてくれてて、ずっとそれでね覚えてました。なるほど。にゃん。おはようございます。リリリリリ。あ、玉胸腹日本の食感、な、違うわ、どこだ、日本の食感日本もうね、ちょっとね、あのすぐちょい前ぐらいまで覚えてたんですけどね、ちょっと今日に限ってあれですね、忘れてますね。はい、思い出そうとすると思い出せないんですよ。あ、そう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 、蝶とね、蛾のね見分け方をそうそうそう教えたんですけど、皆さん見分けられるようになりましたか。見分けられるようになりましたか掴みと覚えた、よきよき、おはよう。のびちゃんおはようです。猫になったんだよな、君はいつからと現れてくる、何気ない毎日を君色に染めてもくれよ。まあね。蝶はね確かに触れたくなるよね。でもさ、ガってさ触れたくはならないよね。その違いとはなんだ、なんだろう、ガって思っちゃうからかな。
なキャンプ場とかだとさ買ってさ出たりするじゃん。見た目かね、白い感じだしね、色、うん、なんだろうね、なんか綺麗じゃないんかね。チョウはさすごい綺麗じゃん。なんかモンシロチョウとかさなんかめっちゃ好きなんよね。がガーはね、見た目がまね綺麗じゃないのかもね、私たちが思うにやっぱり。なんということでしょう。一応ここにクボができた。こうやって笑うと。うん。リップがつくからそこ確かに触りたくない。見てかわいい。誕生日おめでとう、ヨネさんありがとうございます。おはよう。みんな元気？眠いね。そうよね、眠いよね。私見触るの？ちょっと無理。でも昔ね、こあのカブトムシ育ててました。今はちょっと無理かも。やっぱね、昔の無邪気さっていうのがあるよね。ちょっと無理かも。怖い。少し背の高い。ルル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 ル。甘い匂い。流れ星流れる苦しい嬉しい胸の痛み生涯忘れることはないでしょう。家に雲入ってきたらどうする？家に雲が入ってきた時は、クモって別に害があるわけじゃないんですよ。小さな虫とか食べてくれたり、なんかね、そう、何を与えてましたか、なんかゼリーとかを与えてました。あとなんかね、食べれる木とかもいいのかなと思ったりもしたけど、そうゼリーを与えてましたね。カブトムシ取りに行ったことある？そうそうそう、カブトムシね、取りに行ったら、そのカブトムシ実はメスだったんですけど、その時に実はおじいちゃんに出会いましておじいちゃんにもらったカブトムシなんですよ。そう、もうね、成虫になってた状態なんですけど、足一本取れちゃったりとか、
ですけど。はや。そう、そのなんかね、おじいちゃんにいただきました、メスのカブトムシ、オスではなかったです。あ、ジーヤはまた別なんですけど、おじいちゃんがいました。はい、成虫じゃないカブトムシはね、ちょっとね、うーってなるよね。うん、何その変な質問。おじいちゃん成虫でしたか、どういうこと。うん、ちょっとそんなこともなかったですよ。私ね、ちょっと虫かごがね本当に小さかったので、そのぐらいでよかったかもしれない。カブトムシについちょっと食べれないね、昆虫用だと思っちゃったから、もうね絶対食べれませんでした。ゲンさん、ナズポンさん、ありがとうございます。ノーピです。よろしくお願いします。13歳です。中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。お誕生日おめでとう。やった。おはよう。小さい頃ならね。おはよう。あ、今無意識で13って言ってましたね。14になりました。やばいやばい、ここで多分ね2週間ぐらいはダメですよ。そんな感じの自信がある。永遠の13歳でいこうかな。すごい、めっちゃ爆笑されてる。ひとしさんごさん、たくさんありがとうございます。エビフライガチャガチャ。そうね、永遠の17歳とかだもんね。永遠の15歳にする。永遠の15歳、マービです。うん、うん、しばらく意識してないとダメですね。もうすぐ舞台公演の初日があるんですけど、その時もダメかもしれない。永遠に配信して確かに24時までいけるのは何歳からかちょっとわからないんですけど、19とかかな、20とか、20歳からかな。じゃあ永遠の17、16歳、16歳、いや、あれはあの自撮りだとどっちに映るかたまに分かんなくなったりするじゃないですか。14とか14とか、そう、それでね、永遠の中二病なら、確かに中二病なら結構いそうだよね。我々はみたいな、そういう系。おはよう。それだけが中二病ってわけじゃないんですけど、イメージ的にはね、そうだよね。待って、時間過ぎるの、あっという間すぎ、あと5分で終わんなきゃいけない。マジマジ、おはよう。ピさんはね中二病終わりましたね。私多分中二病の絶頂期はあれですよ、幼稚園とかですよ。
幼稚園が一番の中二病でした。うん、夢の国で一番、え、一番くじね、やってないです。そう、やりたいですよね。だってさ、可愛いキャラクターばかりだもん。やりたかった。お姉さん今バケーション中なので、はい、オータムバケーションからウィンターバケーションにかけて、はい、あの行ってしまっておりますので、海外にまたね行ったそうなので来ない予定です。すっかり忘れた。わお、マジか。Thank you.